めてご紹介させていただきます。山本秀美先生、世界障害数第2位、統一人日本選手権大会チャンピオン、そして金スマ社交ダンス部総監督、山本秀美先生、ご紹介よろしくお願い申し上げます。皆さんこんにちは、山本秀美です。どうも。初めてです、いきなり戻って講習会っていうのは。それで私ももう引退して14年かな、久しぶりに競技会のフロアで踊りました。なんか懐かしいです。昔ここで思ったこともあったんですけど、はい。ではぶっちゃけいろいろ考えてたんですけど、踊ったら全部飛びました。皆さん靴もう、でもダンスやられてない方もおられるんですかね。皆さんダンスやられてます？選手はやってるのかって、みんな元気ないですね。はい、では私が、まあ、ダンスを踊る上で、3つ大切にしてることがあって、まあ、それは競技を踊る上で大事なことっていうのは、まあ、誰もが言う1番音楽で、2番フロア、3番愛から、自分のパートナーですよね。この3つのうち1つでもできてますと絶対勝てないよってよく言うんですけれども、その、まあ、フロアっていうものを大切にする、でも、まあ、いろんな、その大切にするの一言だけど、いろんなやらないといけないことがあります。それで、まあ、私は、まあ、これは自分がもったいてよかったなって思う、ちょっと簡単に、ちょっと時間もあまりないんで簡単に説明させていただけたらなと思います。それで、ヒューマンルンバ、ヒューマンルンバっていうのは元は、ね、聞いたことあるかな、みんな、その歴史というか、まあ、ヒューマンルンバっていうのはキューバの奴隷がこう足に鎖をつながれて、こう楽しみがなかったから、こう鎖をつながれてる中で足をズル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 引き継ぎながら、こう踊るところからヒューマンルンバって来てるんですよね。だから、まあ、このこう動かす足をこうなんか軽い感じじゃんとかじゃなくて、ちょっと床の中に入るようなズルズルした感じで踊るんですけれども、まあ、もちろんそういうこともやっていかないといけないんですけれども、その、まあ、元はキューバの奴隷だっていうお話から、まあ、今のこのラテンダンスに至るまでにいろんなあれを取ってきます。まあ、皆さんご存じなんだけど、マンボウがあったりサルサがあったり、まあ、その中で私が一番これ大切だなって思ったのがメレンゲアクション。メレンゲってみんな聞いたことあります？ありますかね。あの料理とかで使うメレンゲじゃなくてね、ダンスの中でもメレンゲってあるんですけど、メレンゲってどうなんだって言ったら、例えばみんなサイドにステップした時っていうのは体重を乗せますよね。で、メレンゲっていうのは体重を乗せない。こういう、まあ何となく見てもわかるかな。体重を出した足の上に乗せてない状態。で、これがあるから次何かが生まれてくるっていうことが多いんですよね。ちょっとこっちでもやらせてもらいます。サイドシャットは体重乗るけれども、メレンゲは体重を乗せない。で、ここからまた、例えば3番、こういうのであったり、例えば、ここを通らないと、どうしてもヒップが動かなかったり、床を強く捉えれないっていう現象が起こるんですよね。で、それはどういうことかっていうと、ちょっとこれ、みんな、まあ、あまり時間ないんで、ちょっとじゃあ、その場で立っていただいていいですか？はい、もう軽く足を横に出すだけでいいんで、じゃあみんなで一緒にやってみましょう。サイドシャッテっていうのは、体重を乗せるサイドのステップっていうのは。はい、そしたら、今みんな、右足ね、右足を動かしました。はい、じゃあ、まあ、メレンゲっていうのは、右足を出すけれども、体重を乗せない。膝を曲げてます。わかります？はい、右足出して、休憩ですね。休憩してるような感じで、膝を曲げてください。はい。そしたらね、その時、体重、床をちょっと捕まえるような感覚、右足で床を捕まえるような感覚。はい。その時に大切なのが、もし膝が開いてしまうと、体重が漏れていくのわかるかな？こうやって。で、メレンゲをやる時に大切なのは、膝を中、ちょっとこっちに骨折したいな。膝が中、つま先外、あ、そうです、綺麗にできてます。わかるかな？で、左の膝を伸ばしておいてください。
で、この足の形が基本となって、これがなかったら体重が捉えられません。こうやって逃げてしまうので。で、これが分かると、例えばジャイブ射線の時に、ジャッジャッジャッってやるんじゃなくて、ここに入ることによって、自分の体重が床を感じてくれたり、体の中でぐーってその体重を利用して、こう集まってきたような感覚っていうのが生まれるの。わかるかな？あ、上手、上手できてますよ。わかります？悪いのは、ジャッジャッジャッ、お膝が開くんじゃなくて、お膝が閉まってます。ただ、つま先を内、膝は中に入るけど、つま先は外に向いているような感覚。これ例えばジャイブであったりとか、さっき言ったグッて床を押さえたら、この右足で床を押してみてください。そうするとこうヒップが動きやすくなるの分かるかな。グッで、これがないとこういう運動になってしまったり、床を捉えること、私はまあよく床を捉えることから全てが始まるっていうんですけれども、床を捉えるかな、こう体が動く、体が動くからコネクションが生まれるっていうふうに私は考えてます。だからまず床に対して強く、じゃあ実際じゃあこういうのってどこで使われてるんだろうって、みんななんか分かりました？この免疫はちょっとだけ動けれるかな、みんな荷物大丈夫かな。じゃあちょっと皆さん一緒に、じゃあこっち向いてみますね。はい、右足出してメレンゲ。はい、じゃあ1、2、3、4、5、6、1、はい、反対、1、2、3、4、5、6、1、はい、これでもうちゃんとこの足の方向とかがすごく大事です。これをただ単にこうやってやってるのを横にステップしただけなんで、これをしっかり覚えていてください。膝が中、つま先外、わかりました？そしたら、じゃあ一旦座ってください。これ持ち帰ってちょっとやってみてくださいね。そしたら足をストレートにやってしまうと、体が体が引き裂かれるような感じで、この膝中、つま先外っていうのを使うと、ぐーっと体が中心に集まってきたような、こういう感じになります。わかりますか？こっちもありますね。まっすぐ、単純に足がまっすぐこうずっと抜けるんじゃなくって、膝が中、つま先外、これで、ね、実際は私性格女らしくないんですけど、これでちょっと女らしく見えるように演じています。で、ね、例えばこうやって足をポイントしてもそうです。ただこういうふうになったりね、じゃなくてちゃんと膝が中、つま先外、これでこうしっかり捉えるようにします。例えば場所からとか精神からでよくやるけれども、こうやっては床を捉え、強く捉えられません。ちゃんと膝が中、そうすると夢で床を動かしたお尻の方に絡んできます。こういうふうにグングン。で、これ例えば男性の時もそうなんですけど、みんなで
エネルギーを持ったらかとてもちょっとバランスが自分で考えてこのことができてないからバランスが悪くなっちゃうんですけど、それをエネルギーで入れてやるとやったこの一瞬なんですけど免疫アクションを取ってます。もうチェックこれもそうです。でこれがあるからもうチェックもうで、
約束したらしいでください。この足、仕事が終わったのに前に向けてるのがいいです。4, 1, 2, 3, 4。 ただ結果の音は一緒です。2, 3, 4。 これはだからどういうことかって言ったら、例えばよく言うんですけども、野球選手がボールを投げるときにみんなやっぱり見ました。4を気にしますね。こっちのこの投げ方を気にしますよね。ここをセンと考えてください。で、ボールと点の2と考えてください。で、2, 3, 4ばっかりと言うことのボールをこう2, 3, 4って出てくるような感じじゃなくて、わーってやると勝手に2は生まれるんですよ。その過程がすごく大事なんですね。だから1、3っていうのは私にとっては準備の音なんですよ。2っていう結果を生み出すからも準備の音なんですよね。で、その準備の音で男性との深く関わり合わないと、うまく結果が生まれないから、いつも1、3っていう音を流してるんですけれども、皆さんも私が気にしてる音を大きい音で聞こえていますね。最初の2, 3, 4。 早くも、はい、どうぞ。 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4。 っていう音と、ペンで取ると 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 っていうふうに、で、みんなから皆さん大体苦しんでおられるのが先生こけるみたいな現象になるんですけれども、せーの、音を取っておくと、どうやってやるかな、ちょっとやろう、2、3をやることによって私は感じるのが深く変わってるんですね。それを2、3、4で、全然変わってないと思います。で、これもちょっとまたね、今多分難しいと思うんですけど、なんかさらにと思って、ワンスリー、ワンスリーと思ってください。それでちょっと見てください。両方言ってもらえますか？ちょっとワンスリー、ワンスリーみんな、頭の中で流しながら、ちょっと私のダンスを見てください。それだけでも音、ダンスが全然変わると思う。はい、では、力